はい、こんにちは。こんにちは。日本橋経済新聞二藤です。今日はゲストの尾崎弥生さん。はい。何度目でしょうかね。何度目か。ありがとうございます。尾崎さん、第2第4土曜日ですか。そうです。ワロップでね、番組を持っていただいてて、丸の内秘書会。そうですよ。丸の内秘書会。なんかワクワクする名前じゃないですか。素敵な名前だよね。はい。実際リアルに秘書の人たちが、揃ってじゃない人も中にもいらっしゃるんですけど、アンテナ高い秘書じゃなくわからないとか、どういう女子の情報を発信してるのか、会を、少しずつ切ってもらうことで、丸の内というか夢大手企業、そうですね、はい、そしてそのトップの皆さんの、そうですね、今日は丸の内秘書会としてではなく、はい、今日は別の昨日まま着物の会というのをやってるので、はい、そちらの方からお邪魔させていただいてます。昨日一日ね、そうですね、取材をさせていただきまして、はい、海外からのキャストの方ですね。そうですね、なんか突然テレビで日テレ、そうでした、いいですか、ここに、はい、そうです、取材を受けましてね、はい、エブリンさんでしたけどもね。ちょうど今日本橋はね、はい、桜祭りなんですね、はい、これ後半また話しましょう、はい、よろしくお願いします。今週はいつもは、はい、藤本さんが座りなんですけど、はい、ちょっと今日は仕事がございまして、はい、今日は休みですので、今日は仮面をかぶって出ればよかったんですね。早く仮面それはそれでおもろいかもしれない。おそらくこれは自宅で、ね、ご覧になっていると思いますので、はい、見てる、見てますか、はい、ご無沙汰してます。よろしくと、よろしくお願いします。よろしくとのことでした。あ、そうですか、はい、まあということで、まず今週はね4本なんですけども、1本目なんですが、なんとパソコンがまた繋がらなくなっているというところですけども、まあ1本目じゃあ写真流してちょうだい、はい、これね、三重テラスでですね、日本の真ん中、はい、稲部市という、はい、三重県の北最北端、はい、北部で滋賀と岐阜との県境にある、町村合併でね、はい、2002年かなにできた町なんですけど、はい、市なんですけど、でそこで去年ですね、女子フェスっていうのをやりました、うん、で山ガール、はい、ノーガール、はい、集まってですね、今稲部市で、1000m ぐらいの鈴鹿山脈、はい、ちょうど手頃な山がずっと続いてて、で山登りの初心者の方にも気軽にで、街中からね 2,30 分で行けちゃうんだと。あ、そうなんですか、いやすごく、歩きやすいとか、そうそう、歩きやすいし、シティ、ね、そうで、山頂に綺麗なトイレもありますみたいな変な自慢したんですけど、ぜひお越しくださいというね、ところで、構えなくてもいい感じですね、この子がね、加賀谷さん、加賀谷初美さんって言ったかな、シンガーソング
ハイカーというカテゴリーをご自分で作られましてですね、歌って踊って山登りということで、ヒュッて加賀屋というコンセプトでミニコンサートをしたんですね。一つ目の写真結構ね、あの、うん、固定ファンが、そうですね、なんか男性もいらっしゃる、男性多いんだよね、なんかこうみんなで目指すところ、女子みたいなところですか、ハイタッチしてますね、みんなね、みたいな。で前回のイベントは約80人参加して、9割女性とのことでしたので、そういうわけではなくて、ここはたまたま、ね、たまたまその、かがやファンの皆さんが、これが先週の、日曜日かな、で翌日、土曜日やって、翌日があの、実際にそのいなべ市で農業をされてる、皆さんの、トークセッションがありまして、要はアイターンだな、アイターン、Uターン、いなべ市に来てくれあれと。またね、はい、可愛らしい、これね、あの切手が3周年やりまして、はい、って呼ばれて行ってきたんですけどね、早いですね、早いね、もう7000万人行っちゃったらしいですね、去年で。うん、でも綺麗ですもんね、シチュエーションも本当に夜とかもね、そうすごい。ちょっと前ですとね、クリスマスなんかもすごい綺麗なツリーとかあったりとか、すごい頑張ってるなって思って、だから初めあの日本郵便が初めて商業施設としてオープンして、今度名古屋にオープンするそうですけどね、そうなんですね、これポスクマの部屋っていうまあどうでもいいんですけど、でもクマは比較的キャラクターとしてはヒットしやすいところにあるので、意外とポスクマはね、キャラクターがね8種類ぐらい、まあ、8人って言ったの8キャラぐらいあるんですよ、で、さっきのポスクマの写真もうすぐ出てくるかな、真ん中にいるのが中丸ひとみさんっていうこのキャラクターデザインされた、はい、日本郵政の課長さんなんですけどね、まあ、一つの彼女ね、世界観はポスクマの世界観がちゃんと、そうです、ストーリーが何かあるんですか、そうストーリーがあって、でショートムービーっていうかアニメを作ったんですって、はい、でいやこんなアニメ展開とかして、どんどんね、テレビで流すと大体いろいろ高いから、YouTube でガンガン流したらいいんじゃないですか、イメージしてたんですけど、なかなか、まあね、でも日本郵便さんですと年末になると必ずね、そう流れるので、そこでテレビでお目見えしてくるんではないかと思いますが、可愛らしい、あの鈴木奈々ちゃんが生まれて初めて旦那さんに手紙を書きました手紙を朗読中に合流しちゃった人こうしてみると結構可愛いな、そうですね、可愛いですよ、顔は本当に喋んなかったりだね一見に夜行人さが持ってますみたいな、これね、切手さん、でうちはね、日本橋経済新聞が、3年前に切手のオープニングの記事を書いて、これはなんとヤフートップ取りました、本当ですか、素晴らしい、アクセスが、縁起のいい取材先なんですよ、ここは、割とね、あのあ、これちょっと次行っちゃう、ちょっと前戻して、ね、で今週ね、ノーベル賞の梶田先生の講演が、上の、 2階ね、2階の、はい、東京大学の、なんかね、インターテクノメディアが、あります、これも取材行ってきますけど、なかなかただで遊べるいいスポット、先だって東大にちらっと桜が生えてるっていうことで見に行った梶田先生おめでとうございますみたいな看板があったよ、ね、はいはいはい、で2階でやられるんですね、2階でやる、お時間は5時から、ね、5時から、30日ちょっと行ってみようかしら、いいと思います、はい、私の取材
9時からだ。はい、あ、これね、これはあのお砂糖の会、あの1型糖尿病ってね、はい、あの10万人に1人か2人ぐらい、はい、あの特に子供が発症しちゃうんですけど、はい、子供のその糖尿病ということで、はい、ということで、あの、まあ、この日もね、子供たちが1型の糖尿病、まあ、みんな明るいのよ、すごく。で、あの高健鉄さんがね、これ、はい、あのスローカロリー料理ということで、少しずつその吸収される砂糖っていうのはね、パラチノースってあるんですけども、それをあの配合したあのスローカロリーシュガーというのを、はい、まあ、三井製糖が出してまして、まあ、そのスローカロリーシュガーを使ったスローカロリー料理のおはぎとかね、あのきなこ餅とかカレーとか、ね、子供が一生懸命楽しんで、可愛らしい、ね、やってますけど、はい、まあまあね、あの昔はね、やっぱりローカロリーでということで砂糖をなるべく制限してたんですよ。はい、あの 甘いものを食べさ覚えさせるなというのが、その管理栄養士さんとかお医者さんの指導だったんだけど、ね、今はね、ちゃんとコントロールしてきっちり、ね、うん、甘いものも楽しみましょうという感じで、まあ、こんな感じの和やかな会でしたというところ で、うん、で最後の一本、あ、これね、朝ヨガ、あの切ってね、切ってじゃないの、グランルーフの東京駅の上でやるんです、はいはい、寒い中やるから、みんなねマフラーしてコート着ながらあのヨガしてるのあまり面白いんで写真撮っちゃいました。アングルがちょっとなんですけど、アングルがそうですね、なんですけど、まあ、これでも写真の面白さについつい、はい、トップに入れてしまう、まあ、こんな感じでね、まあ、結構な人数が参加されてるんですね。そうそうそう、70人参加して、朝7時15分から8時15分まで、でそのまますっきりしてね、はい、会社に行くと。こんなことされてたんですね。そう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 。これでもね、あのグランルーフの上なかなか ね、気持ちいいですよ。まあ向こうから、ここからの眺めも見るのはまあ、うん、そうそうですね。京橋に向かいますもんね、正面ね。ということでまた企画するそうです。はい、じゃあぜひまた次のはご案内お願いします。はい、ぜひぜひ、あ、秘書会に。ぜひぜひ、はい、ご紹介します。はい、ということで4本なんとか駆け足し、ありがとう、はい、スタッフの人ということで、はい、後半ですけども、まあ、昨日のその着物の会ですね、着物の会の、日本橋街歩きというところです、はい、いつから始められてるんですか。日本橋着のまま着物の会は平成27年の1月ですね、スタートは。あ、じゃあちょうど1年、ちょうど1年ちょっとですね、もう花見2回目ですけれども、うんうん、去年はすごくいいタイミングで人形町のあのお花見を楽しめたんですが、うん、今年は若干早め、ちょっと早かったです ね、昨日、まあ、寒かったしね、はい、結構、うん、でも昨日はすごくあの外国人の方がね、だいぶ参加されていただいたりとかして、うんうん、皆さん喜んでね、はい、あの袴を準備してみたら、うん、みんな袴がいいなんて言って、写真いっぱいあるからどんどん撮っ、はい、てもらって、ね、うん、こんな感じでね、あ、そうですね、これ福徳稲荷神社、はい、うん、楽しませていただきましたが、うん、ここもね、あの秋に鎮守の森が終わっちゃった、うんうん、鎮守の森ができますからね、はい、そうですよね、9月末に28日がオープニングとか、そうですよ、ちょうど周年を迎えるんですよね、だから再建して2周年、福徳神社のね、はい、うん、そうそう、2年、2年目かな、目、はい、うん、あんだけの土地をその鎮守の森にしたら、そうですね、すごい気持ちいいですね、あのね、通常縦に伸ばさなきゃいけないところをね、うん、開いていただいて、だいぶね、日本橋も再開発でいろんな取り組みが行われてますからね、うん、とてもまたできたら伺いたいなと思ってますけれども、うん、あ、これ最後の、あ、そうですね、これは、はい、あの八重洲の桜通りで最後記念写真を撮ったり、そうですそうです、ね、はい、八重洲桜通りが4月の 1,2,3 が、うん、あのお花見になってまして、はいはい、道路を封鎖しますからね、して、はい、で2日があのラグビー、ストリートラグビー、はい、そうなんです。あ、これはこれはですね、ぜひ皆さんに行ってほしいんですけども、太郎さんからちょっと、東京駅に向かったところに地蔵寺ってあるんですけど、
西ヶ市地蔵寺、西ヶ市地蔵寺ね、はい、ここ知らなかったんですけどね、うん、お百度石があって、はいはい、何だろうって思ってお伺いしてみたら、なんか縁結び、縁結びなんだってね、はい、今もその絵馬になんか娘二人に良縁がみたいな、そうなんです。で、あの本当その絵馬が欲しくって、実は私ここ何回も通ってるんですけど、うん、まだ買えてないんですよ。あ、欲しいんですけど、うん、もし聞いてたら誰か買い方を教えてほしいぐらいなんですよ。縁結びなのに全然これ結ばれないお百度してもみたいな。でもここのお百度は1メーターぐらいしか、多分参道は昔長かったんでしょうが、ないので、あのすごい簡単なお百度石なんで、ぜひ若い人に着物でやってほしい。ハードルが低いお百度だ。あ、これ交番の前ね。そうです、これ日本橋のたもとですね。しだれ桜は満開でしたね。ここの桜今ちょうど満開ですね、はい、あ、これ、あ、侍そうです、侍、侍、つまようじ侍。いいタイトルですね。なかなかね、いいキャラだね、彼ね、はい。皆さん、この方はあの袴で男性だったんですけど、うん、ちゃんと着付けね、はい、着付けを直してくれるというのはありがたいですよね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、やっぱり これだけ着物結構揃えたりするのも大変なので、うん、多分母のお下がりもあったりして、あ、そう、あらあらと思って、これ選ぶのかななんて思って、こっちも着させていただいて、とても楽しませてもらってるんですが、これ参加費は、はい、おいくらなんでした？参加費はただお散歩だけ来られるときは、まあ、場合によって違うんですけど、だいたい1500円から2000円でお散歩を楽しんでいただきますね、うん、で、あの着付けとかすべて込みになるとだいたい4000円ぐらいから、うんうん、まあ、でもまあ5000円でお釣りが来るぐらいで、あ、もう余裕で、はい、体一つで行っても着物を、はい、が楽しめるという、はい、そうです、そうです、はい、多分結構リーズナブルにさせていただいているので、うん、ぜひぜひご興味のある方、特にね、はい、これ海外からのお客様にはいい、はい、いい経験になりますよね。そうですね、着のまま着物の会でお調べいただければと思うんですけども、まあ、割と今回は、まあ、まあ見どころというか、うん、まあ、福徳稲荷に行けていて日本橋を見れてっていうと、まあ一般的な日本橋ですけども、うん、まあ、地蔵寺とかっていうのはこれから八重洲地区のね、日本橋八重洲地区の再開発に対してどん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 こうフォーカスされていくと思うので、うんうん、ぜひお立ち寄りいただきたいなと思うんですけども、うん、ね、皆さんね、あ、そうですね、これも手水屋のこう、うん、手の流し方か、うん、上げ下げですよね、試着、うん、の結構ね、英語で伝えられないのがなかなかうまく伝わらないですよね、うん、はい、でここはですね、これ鞍馬会の旦那のお店を使わせていただいたんですけど、豊田さんね、豊田さんですね、はい、美味しかったですね、美味しかったですね、本当にさすが、うん、さすがですね、もう美しさで結構魅了されてね、うん、お味の方で本当に美味しいのは当然だよね、はい、うん、これですね、豊田弁当お刺身付き、お味噌汁美味しかったね、ラジで、ね、俺はびっくりしたな、さすが豊田さんで、はい、いただきますので、豊田さんね、はい、そうです、コレドのちょうど裏通りになるので、ね、ぜひお使いいただければと、次の予定は、はい、まだ、あ、基本的には毎月第4土曜日です、ね、第4土曜日ですか、はい、第4土曜日の、まあ、寒い日は午後から、うん、暑い時は夕方の涼しい時から、うん、私が忙しい日は午前中から、まあ、じゃあ時間はまちまちなんです、まあ、ということですね、はい、まあ、自分に時間がゆっくりあるときは割と早い時間からやって、うん、終わってものんびり遊んでいるという、うん、はい、そんな風に過ごしているので、ぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、はい、ということで、はい、Facebook ページかなんかあるんですかね、そうですね、日本橋着のまま着物の会で、着のまま着物の会、はい、はい、これ、まあ、記事が今週おそらく明日の記事にアップしますんで、あ、まあ、そこでリンクしていただいたら、はい、よろしいかということでございます、はい、まあ、もしくは追加情報、追加情報、あ、そうですね、一応なんて言えばいいですかね、これ街づくりアンバサダーとしての追加情報でよろしいですかね、うん、はい、今私が抱えているイベントがあるんですけれども、はい、やはり日本橋三越本店からお送りさせていただいた、はい、イベントで ですか、はい、プロジェクション、あ、そうですね、プロジェクションマッピングなんですけど、うん、メディアルームという新しいプロジェクションマッピングを今、うん、昨日からですね、
26日から29日まで4日間やっております。イベント自体は昨日今日の2日間なんですけれども、本日17時から、メディアリウム、秋葉さん と、真ん中の黒い服がコールさん、この方はジュエリーデザイナーで、スワロフスキーの表紙を飾っておるんですけれども、まあ多彩な作品を作られてて、今回このマッピングのために新しい作品を桜ジュエリーという名前で作ってくださいまして、この方々をプロデュースしておりますので、本日17時から日本橋三越でトークライブイベントを行っておりますので、お時間のある方はぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、でない方も火曜日まではこのプロジェクションマッピング見れます。はい、はい、メディアルーム自体はあの火曜日までやってますので、ぜひぜひ。なんか、はい、あのこのジュエリーもね、太陽系をイメージしたっていう、ね、そうですね、宇宙デザイナーみたいな、ね、うん、あのやはり私たち3人の原点というかつながってる部分がスターマンクラブっていうところにありまして、うん、やっぱ宇宙って果てしない物語があるので、うん、皆さんそこでつながらせていただいて、あの、まあ、いろんな形で、まあ、コラボができるという、うん、はい、メディアの方もいれば広告代理店の方とかもいらっしゃって、うん、あ、すごい綺麗に撮られてますね、これ。いいでしょ、はい、この彼がいいでしょ、一番自画自賛のまさに。いや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 、これが本当に綺麗ですね。彼が好きそうな作品の形になってますし、はい、綺麗だなと思って、はい、はい、ね、ということで、いやいやいや、本日もまだこれからまた戻るんですけれどもね、はあ、昨日はまた忙しいね、しかし小田さんいろんなところに顔出してるな、本当に大しても偉いもんやなと思って体あっての仕事なのでね、楽しませていただいてるので、まあでも楽しいことが一番なので、はい、そうですね、はい、まあ、楽しいことといえば、はい、今週、まあ、来週4月2日、はい、日本橋鳥歩きというね、写真を撮ってブラブラして、ね、最後はなんと押し上げで、はい、今半さんの牛肉ですき焼きを楽しむという編集長もいつもね、やってくださってますね、はい、はい、なんと参加費が3000円という、ね、見事な割り勘、割り勘好き機会ですけど、ね、ぜひ、はい、詳しい話はまたエンディングでちょっと話しましょう、はい、はい、ということでですね、まあ、3月から4月にかけての日本橋はいろいろね、あの企画が目白押しで、まずその先ほどお話しました4月の2日が、桜鳥歩き&、今半牛肉すき焼き会そうですね、というこれありますので、これフェイスブックページ上げてますので、日本橋鳥歩きで検索したら出てくると思います。でその翌日が日本橋祭りですね、はい、4月3日がね、日本橋をあの封鎖してまたパレードがわーっと行くというね、はい、いつもの日本橋祭りがありまして、で、なんとその後ですね4月の16日、はい、これがこれ、ね、私がこれ持ってましょうか、うん、これ持って、はい、あのどうでしょう、日本酒聞き歩きということでですね、はい、今回は今もうどのぐらいになったかな、前回27蔵だったんですけど、はい、今回ね32か35ぐらいまで行ってたと思いますけども、佐々木さんもね、はい、今回は三越さんも参加して、そうですね、で、渡す日本橋さんも参加してですね、うん、結構あの対象点も広がって、うん、ちょうど土曜日ですけれども2時から6時までの、間ですね、タグとおチョコを持って参加店、参加店おそらく50店ぐらいになると思いますけど、行くと自由に飲み放題、まあただだからっつってね、みんなねあの飲みすぎて、よくあのこれ終わり頃にはいつも誰か落ちてるちょこちょこ酔っ払いが確かこのうさぎの絵が入った可愛いおチョコだったと思うんですけどね、そう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 、はい、あの第4回目になるんですかね、今回ね、今まで僕は3回ともあのおチョコもらってますからね、うん、4回目、年に2回、年にこれから年に1回にするんだって、あ、そうですか、今年はこれがもう最後、ああなるほど、うん、
あ、じゃあ今年から1回。今年から、ね、残念ですね。うん、まあやっぱり準備も大変なんですよ。これも仕事、はい、本業そっちのけでやってるから、はい、あのまあ年、ね、1回にしましょうということで、うん。まあでも渡すカフェも入ったとなると。そうそう。広がるよね。ね、だから日本橋を渡って ね、はい、南側の方に。はい。これの日本橋のすぐ脇と脇ですね。まあ裏ですね。裏というかね。はい。素敵なお店ですしね。ぜひご参加ください。はい、チケット欲しい方もいっぱいいますから、はい、お願いします。ということで、今週もよろしくお願いします。お疲れ様。